ということで、岡田奈々ファーストアルバムアシンメトリーの開封をしたいと思います。まずは CD オンリーのものから開けていきたいと思います。これなんか懐かしい。よく昔 AKB のオタクやってた時に、この感じ、このうまく剥がせなかった記憶が。でも、でも上手に。いい感じ、いい感じ。それ、やっぱこうやってね。これがさ、落ちるんですよね。大体。うわー、すごーい。後ろに13曲、ボーナストラックまで。そう、CD オンリーはボーナストラックがあるので13曲存在するんですけど、ちゃんとそこも記載されてます。開けてみよう。おお、思ったより、ちょっと思ったのと違った CD 黒いです。CD オンリーのやつ。果たして CD オンリーだから黒いのか、全部黒いのかはちょっと開けてからのお楽しみですね。ブックレットの中には、可愛いですよ。こういう風に、ナナ・オカダってお花で書いてあって、一曲一曲、黒、白、黒、白って感じで、歌詞が描かれて、おりまして、こういう蝶々とかお花とかのね、モチーフがたくさんあります。で、これがボーナストラックの洋楽、声を失った人魚姫の英語バージョンになります。それがこんな写真に印刷されているのはすごいかっこいいです。ブルーレイ付きにはなんとトレーディングカードが入ってるんですよ。トレカが7種類の中にキラキラしたスペシャルカード、レアカードが1個だけ入ってるんですよ。だから皆さんぜひそれを7種コンプリートしていただいて、わー入ってる、じゃじゃーん。私はちょっとレアなやつは弾けなかったんですけど、シークレット、これは普通のショートバージョンの岡田奈々でございます。7種類の中に、まあロン毛のなーちゃんとショートのなーちゃんが存在するんで、ぜひ揃えてもらえたら嬉しいです。他は基本的に CD オンリーと何ら変わりないんですけど、唯一違うのがその英語の曲が入っていないので、ここには英語の歌詞が記載されてません。その違いかな。うわー、でもこれトレカキラキラ当たったらテンション上がるな。そして豪華版、じゃじゃん、でかい。これが一番重みがあって、なんかすごいです。なんか DVD、 ライブ DVD 買った時の重量感すごーい。あ、なんかほら見て、これさ、何、外見はこういう目線ありなんですけど、中からこうやって出すと目線がなくて、お互いのことをちょっと見合ってるような写真に変わるんですよ。ちょっと開けてこう。やばい。あ、やっぱりあの CD オンリーの時は CD が黒かったんですけど、なんとこちら金キラ金、銀色でございます。シルバーに輝いてます。この黒いラベルのやつは私のソロコンサートの様子が見れるやつになっております。そしてあれも見れます。ライブハウスツアーのメイキングもこちらから見ることができるので、ぜひぜひ見てください。すごい。そしてトレカ、ちょっとトレカ気になるぞ。キラキラ来い来い、来たー。入れました、わざと。あ、わざとじゃないって、来た。キラキラしてます。これがあのシークレットカードなんですよ。で、豪華版も7種類のトレカが入ってるんですけど、だから豪華版とブルーレイ付き全部で14種類のトレカが存在することになるので、皆さんよかったら14種類集めてやってください。わー、嬉しい。そしてこちら豪華版に入っているのはフォトブックでございます。このジャケ写を撮影した日にいろんなお衣装を着て写真を撮らせてもらったんですけど、それがなんと素敵に撮っていただいて、それがフォトブックになりました。懐かしいロン毛なーちゃん、すごい。超ロングもあります、エクステつけて。うわー、懐かしい。これ見るとね、ロン毛にしたくなるんですよ。で、長くすると切りたくなるっていうね、悪循環なんですけど、こんな感じでポップなものからダークな表情までいろんななーちゃんが楽しめると思いますので、ぜひぜひ見ていただけたら嬉しいです。すごーい。そしていろいろね、こう購入特典っていうものがあるんですけど、まずこちらからいきましょう。ペットボトルキャップ、これがセブンネットさんで買っていただいた方限定のペットボトルキャップになるので、ペットボトルの蓋にそのままポンって
入れるだけで簡単にできます。ちょっとやってみますか。じゃじゃーん、ペットボトルキャップはこうやってこのまま、これお茶なんですけど、ちょっとこうやってポンってはめれば、こうやって開けるの大変だな。あ、こうやって取り外しがこれできるので、ここもちょっとお気をつけください。こうやってこういう感じですね。こうやって開けて使うやつになるので、取りたいときはスポッと取れます。そしてこちらアクリルスタンド、すごいよね。 2種類あって、ロングのなーちゃんとショートのなーちゃんなんですけど、これがファンクラブに入っている方限定で販売しているファンクラブ限定商品となっております。皆さん、なんとこれはセットで買えるわけではなく、一個一個買えるので、ぜひ、まあ、どっちもゲットしてもらいたいんですけど、好きな方、ロン毛のなーちゃん、ショートのなーちゃん、好きな方をぜひ、購入していただけたら嬉しいです。どっちが好きかな、選べないよな。でもこのロン毛のなーちゃんのこの人形みたいな手、可愛いですよね。これはお気に入りです。さあ、そしてラストになります。こちら私の大好きな水ピタシール、タトゥーシールでございます。普段から私タトゥーシールをよく貼るんですけど、なので今回アシンメトリー新アルバムを出す時に作りたいですとお願いして作ってもらったんですけど、これ貼り方めっちゃ簡単です。で、いろんな、まあ、タトゥーシール今まで貼ってきたんで、言えることとしては、まあ、改善の余地ありというか、まあ、いろいろあるんで後でちゃんと私がレクチャーしながら皆さんに教えたいと思います。こちらのタトゥーシールは楽天ブックスさんで買っていただいた方だけに届く限定商品となっております。なのでタトゥーシール貼ってみたいな、挑戦してみたいなって方は、ぜひぜひ楽天ブックスさんで購入していただけたら嬉しいです。めちゃめちゃ可愛いです。デザインが蝶々になってて、お花が散らばってて、それが集合して蝶々になっていて、アシンメトリー岡田奈々っていう文字が入っているので、ぜひぜひつけてくださったら嬉しいです。わ、どれが好きかって言われてもちょっと難しいんですけど、このぴったりほっぺがくっついてるやつも好きだし、この何、首元を噛みつきそうなちょっとエロティックな感じも好きだし、この神秘的なね、水の中にいるやつも素敵なんですよ。なので多分どれを手に取っていただいても楽しめる作品になっているので、ぜひ皆さん、まあ、楽天ブックスさんだったりセブンネットさんだったりファンクラブ限定商品だったりいろいろあるので、で、アマゾンさんで買うとあれですよね、大きいメガジャケ写ももらえたりとかするので、その辺もぜひチェックのほどよろしくお願いします。以上、アシンメトリーの紹介でした。明日11月7日に発売されます岡田奈々ファーストアルバムアシンメトリー、発売されます。イエーイ。そしてリリースイベントが10カ所あります。11月7日は豊洲ララポートにてミニライブとスペシャルカードのお渡し会があるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。豊洲のララポートで待ってます。会いましょう。プレゼントボックスもあるんで、よかったら誕生日プレゼント待ってます。